市民の日の出し物、みんなで芝居やろうよ。飛ばしみたいね、出し物芝居にしたから。私に関係ないじゃん、そんなこと。シナリオライターになるとか言ってなかった？才能がないって分かったから。キヨってばあさんの役じゃないか。少しはおばあちゃんに見えるかい？どうやったって見えるよ。常識で考えてみてくださいよ。無理ですよ、素人のお年寄りが芝居なんて。はいよ、ゆかりちゃん。クヨさん、手と足一緒に出てる。年寄りだって夢を見たっていいじゃないか。やりたいことがあったっていいじゃないか。みんな主役だよ。私たちが主役じゃなきゃ日本は潰れちゃうよ。ど素人のくせに。だから私は反対したのよ。お母さん、お母さん、母さんはその気になったら怖いぞ。救急車、救急車呼んで。もう一回お願いします。いらっしゃい、いらっしゃい。劇団炎が本日誕生いたしました。平均年齢69歳、合計483歳。舐めてもらっちゃ困るってんだよ、クソババ。